ジョーです。ゆう隊長です。はい、これやりたかったこれやりたかったですね。はい、井出隊長とのコラボ、ありがとうございます。で、なぜか場所がデブちゃん。デブちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、もう何を喋ろうかなと思って、はい、まあ、いくつかね、まあ、相談しながら話したんですけど、はい、ふとね、井出隊長ってね、うん、何者と思って、はい、なんかラーメン業界に急に現れた感があるというか、はいはい、なんかそのラオタ側、評論家側とかで割と僕昔から知り合いの人が多くて、はい、でやっぱり寅さん出身の人がほとんど多い中、はい、寅さん出身でもないし、はい、なんで急に出てきたのかなと思って、はい、そこを。ああ、なるほど、はい、そうなんですよ。食べ歩き自体は大学の3年生ぐらいですかね、20歳ぐらいから食べ歩いてて、僕早稲田に中学から大学まで通ってたんで、まあ、渡辺も含めて馬場と、あと池袋でバイトしてたんで、池袋みたいなところから食べてて、でそれこそ寅さんは見てる感じで、あ、ロム線ってこと、ロム線っていうのを、はい、見てて、で僕当時千葉の我孫子って友達住んでたんで、我孫子から高田馬場までの定期で降りれるところの寅さん全部プリントアウトして、うこうやって食ってたんですよ、こうやってで食べたところをノートにつけてみたいなことをやってて、だこういうなんか、まあ寅さんとかもあったけど、まあ大学生だったからあんまりそういうコミュニティっぽい考え方もなかったんで、大学の中ではもうなんかめちゃくちゃラーメン詳しいみたいな感じで威張ってたんですけど、でその後も本当ただラーメンが好きで食べてるだけで、うん、で何かにこうネット上で発信することはなく、ノートをつけてるところから、ブログになって、ただまあバンドもかなり本気でやってたんで、まあ、だからラーメンブログっていう感じでもなかったんですよ、でもだんだんなんかラーメンの比重が高まってて、で、まあ、ジュアさんが出てくれた僕のチャンネルでも話したんですけど、テレビに一回紹介してもらった時に、でそれは何にきっかけ、もともとバンドのオーディションで、テレビなんかだから、まあ、素人のっていうか大学生とかのバンドをいくつかこう何つうんだろう、演奏できる番組みたいなの。番組のオーディションで行ったんですよ、バンドみんなで、でそこでなんかプロフィールとか書かされるんです、でそれを見たスタッフが、ちょっとバンドの方はこっち出れないんだけど、君ちょっとプロフィール面白いんで、ちょっと僕のやってるこっちの番組出ないってなって、それが雨上がり消したいさんがやってる TBS でもうやってないですけど、やってるなんか素人の自慢を紹介する番組だったんです。でなんかサザンがやたら詳しいラーメンすごい食ってるお兄ちゃんみたいな感じで番組に出て、それを大崎さんが見ててくれて、で大崎さんの寅さんラジオに呼んでもらったっていうのが初めてのそのラーメンの有名な方との出会いです。それが多分24歳ぐらいなんですけど、その時も大学卒業してて、社会人2年目ぐらいです。もうそれ普通の会社員として、そうです、そうです、会社員やりながらラーメン食っててって感じです。で、でそこから寅さんラジオ出てからよりこうラーメンの道へ進むようになったのは、そうなんです。それで少しずつなんか大崎さんを通じていろんな人に会うようになったんですけど、ただまあそれでもブログ書いてるだけだったんです、だからラーメンが仕事になるともあまり思ってなかったんで、その当時はラーメン評論家とラーメン店主しかいなかったんで、そのラーメンの職業がで、で途中でなんか、ブログが、ラーメンの話ばっか書いてるようになって、有名人ブログやりませんかみたいになって、なんですか、だから個人のブログから有名人ブログに、ライブドアの人が声かけてくれて、おお、だからまあイケメンさんとかやってる感じのあれになったんですよ、すごい、それが2000年何年ぐらいかな、すごい26、7ぐらい、
それね、いきなりライブドアの人が僕のライブ、あのバンドのライブの会場に来てオファーしてたんです。メールとかじゃなくて、メールとかじゃなくて、ほら当時メールとか公開してないじゃないですか。で、ツイッター DM とかもなかったから、だからライブを見に来てくれて、それでヒデさんって言って、で、ライブドアの有名人ブログになったんですね。で、結構アクセス数とか多かった、まあ、いや、そんなに多かったとは思わないんですけど、まあ、情報が多かったから、まあ、だから、まあ、ブロガーさんみたいな感じだった、で、それを、もうしばらくまたやってたら、多分30過ぎぐらい、あれ、その有名人ブログみたいになったことで何か収益を生まれるんですか？だから自分でアフィリエイトとか入れれば収益もらえるよみたいなシステムなんですけど、あんま興味なかったんですよ。やってなかったんですよ。有名人ブログになったらよかった。有名人ブログになったら上のヘッダーとかが自由に変えられますとか、そんな時代ですよ。自分の写真入れれますとか、なるほど、ね、そういうなるほど、それがステータスみたいな感じなんですけど、それをまたしばらくやってたら、でもやっぱラーメンが仕事になるっていう、というのはやっぱ思ってなかったんです、それでも。で、もう天気が、完全なる天気が30過ぎぐらいの時に、JTB パブリッシングの人から連絡が来て、あのルルブ、旅行のルルブがニュースサイト作るんで、そこでラーメンの記事書いてくれませんかっていうのが来たんですよ。だからそれがラーメンライターのデビューで、まあ、もうあの連載ってことで、連載で、でこんなに評論家の方々とかいっぱいいるのに、なんで僕なんですかって言って、でルルブはそのラーメンのそういうマニアックなやつじゃないんで、あの伊達町のそのブログぐらいの一般目線のレポートがいいんです。なるほど。いいんですかみたいになって、そこで書き始めたのがラーメンライターのデビューなんで、だから本当に10年ぐらいは食ってるだけって感じなんですよ。いう感じです。そこからこうまた広がるには何かきっかけというか理由が、そうですね、だからああいうのを書くようになって、なんかだからあの今まではただ食べに行って袋を書いてるだけだから、店主さんにも挨拶しないし、だったんですけど、取材で行くじゃないですか、なんかお店の店主さんとかも知り合い増えてきたりとか、もう一気にその知り合いみたいなのが増えて、なんか例えばあのラーメンショーでやってた新人王グランプリの MC の仕事とか、もう喋るのとも結構やってたから、そういうなんかラーメン評論家さんがやんないような細い仕事が結構いただけるようになるほどなってきたんですよ。でその次の転機が、あの東洋経済オンラインで、まあ経済メディアなんですけど、経済メディアなんだけどグルメ始めるから、ちょっとラーメンの記事書いてくれという話が来て、そこで、まあ、東洋経済オンラインもヤフーに波及する媒体なんで、そこで書いたらドーンってなって、そこからもういろんな媒体から連載のお話が来て、こうなったっていう感じなんですよ。あれ、今現状はもうラーメンの仕事だっけ？いや、あの出版関係の仕事もやってます。あ、やってるんだ。やってます、やってます、やりながらやってますけど、はい、まあ、あのもうラーメンライターの仕事ありきで、あの会社入ってるんで、まあそれは OK で認めてもらってるんですけど、そ, う、はい、そういう感じですね。へえ、はい、なるほど、はい、いや、そうだからなんかね、そう、どっから出てきたんだろうと思って。そうなんです、本当にね、なんか本当昔の例で言うと、はい、やっぱテレビチャンピオンに出て、はい、あれでまあ優勝するか準優勝するかぐらいになって有名になって仕事が来るみたいなケースかなと思ってたのは、そうなんです。で、だからまあそれまではだからそういう経済メディアとかいわゆるヤフーに波及するような媒体にあんまりラーメンの情報なかったんだと思うんですよ。でそれ始まって蓋を開けてみたら、そういう経済メディアとかに書くぐらい、そのなんていうんですか、分量を書く人がもう山地さんと僕しかいなかったっていうことみたいなんですよ。なるほど。だからなんかグルメレポート書く人たくさんいるんですけど、なんか取材して結構ああだとか結構いろんな複雑な調べ物とかいっぱいしてとかっていう人はあんまりいなかったみたいで、それでなんか、なるほどね、まあ後ろも育ってないですし全然いないんですよ、ラーメンライター、ね、でもその、まあ、じゃあっていうか、はい、いやもうね、まあ
ラーメン好きで、はい、若い人で僕もラーメンライターになりたいっていう人は今何からやればいい？食べ歩きだとか、まあ食べ歩きをして、うん、で今から食べ歩いてラーメンライターやりますはきついんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今現状食べ歩いてる、はい、で僕もラーメンで多少ないともお金を稼ぎたいと思っている人にはどうアドバイスしましょう？物書きやりたい人ですね。はい、ああ物書き。まあ物、うん、そうね、物書きだけじゃなくてもラーメン関係でなんか、うん、まあ商品プロデュースだったり、うん、まあなんかで有名にならないといけないわけで。うん、でもやっぱラーメン店以外の、うん、やっぱ人脈とかなんつうんですかね。そっちが大事じゃないですか。人脈ですか。うん、人脈っていうか人に会うこととか、うん、大事じゃないかな。だから、そうですね、今から若い人がやるんだとすると、うん、多分広くやってると今ダメなんじゃないですか、時代は。だから今ほら、あの辛いものばっか食べてるあの子とか、うんうんうん、そういうなんか私はここで一番になりますみたいな。なるほど。だからよくあるけど、ビジネス書によくあるけど、ここに100人に1人の存在、ここに100人に1人の存在、掛け合わせたら100万人に1人ってあれだと思いますけどね。なるほど。まあ、特にその動画と、うん、あのインスタ、TikTok 系はもう無限にいるじゃないですか、うん、あれだからね、誰でも発信できるっていうのはすごいいいけど、うん、誰でも発信できすぎるから、あ、だから何ですかね、一歩上に出づらいというか、うん、それこそスル君級にならないと厳しいじゃないですか。うん、だからそれはあるような気がしますね。ら僕らで言うと1本連載を持っているか、うん、0本かで全然違います、ね。でもやっぱ連載持つって動画をたくさん上げるよりも大変だから、うん、だからそういうのがなんかやっぱ動画とかあれだと、うん、結構戦うのは難しいのかなって思うんで、やっぱ1個武器を持つってことじゃないですかね。だからやっぱテレビ局とかもそういう方が目指してるから、だからあのそれこそあのこの間 TBS の熱狂マニアさんっていうのに出たんですけど、うん、あのインスタントラーメンに詳しい人たちみたいなので出るときに、うん、僕はなんか総合的なところで出たんですけど、うんうん、やっぱ辛いのばっか食ってる人とか、世界の食ってる人とか、宅麺ばっか食ってる人みたいな、なんか尖ってる人が呼ばれるんですよ。2位、3位、4位、5位とかは呼ばれないから。なるほど。でも何かで1位にならないとダメなんじゃないかなっていう気がしますけど、ね、なるほど、うん、今の世の表に出方出方、うん、っていう気はしますね。そういう部分ですかね、うん、でもそもそも、まあ、ラーメンライター目指してる人がいるのか分からないけど、ラーメンライター多分目指してる人いないんじゃないですかこんなに人口がいないってか、あのラーメンよりカレーとかもっといないらしいです。あ、そうなんだ、うん、でもだから各種ほんとボシューって感じです、媒体としては。え、でも好きで食べ歩いてる人はいっぱいいるわけでしょ、うん、でもやっぱだからその媒体的に、うん、このお店こんなところにあって美味しかったですだと、うん、ニュース性がないんでダメってことになっちゃうので、うん、そこはだから結構媒体の基準が厳しい。なるほど。っていうのもあるからあんまり出てこないっていうのはあるみたいですけど。いや、まあね、でもなんかさ、まああのトライの審査員にしても、まあこう年齢がだいぶ上に上がってるわけじゃないですか。そうなんですよね、高年齢化してるね。なんかさ、もうちょっと若い世代もさ、うんうんうん、増えてくれないとなっていうのを思うんで。若い人嬉しくてしょうがないですけどね。若い人ですっごい熱心に食べてる人とか会うと、そう、嬉しくてしょうがないですよね。ね、そう、そう思います。本当に出てきてほしいんで、はい、また、ね、食べてるだけだとなかなか表に出てこれないし、うんうんうん、何かしら頭使ってこう出てきてもらえると、はい、一番になりましょう。僕ら含めておじさんたちに可愛がられる可愛がられるっていうのがちょっと言い方あるんだけど、うん、ね、本当出てきてはすぐいなくなっちゃう人いっぱいいますもんね、うんうん、ラーメン好きだったら食べ歩いて、ね、食べ歩いて、ね、そう食べ歩いてればいいことあるいいことある、いいことあるね、絶対ね、ほんと若い人特に食べ歩いてください、ぜひ、はい、はい、こんな感じで今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。